てくれ。何しとんじゃボケが。立てや、ババちゃん。兄貴分としてお前には教えとかなあかんことがあるようやな。何ですか。人間どんなにつろうても生きなあかん、つろうても夢持って生きなあかんのや。夢。ああ、きっとお前にもあるはずや。手に入れたい、叶えたい夢が。俺は網走に入る前チコタンや。極道の世界に足踏み入れるしかなかった人間が、二度と俺みたいな悲しい道を生きんでもええようにする。それが俺と真島が描いた夢、俺が今ここにおる理由や。ババちゃん、都合よう死ねるほど世の中あまない。お前には死ぬっちゅうことがどういうことか教えたる。どうする気ですか。簡単や。いっぺん死ぬほどの恐怖をその体に叩き込んだるわ。なるほど、冴島さんらしいやり方ですね。ああ、不満か。きちんと蹴りつけましょう。来いや、ババー。全力でいきます。
どうや、死ぬほど痛い思いした気分は？いいもんじゃないです。聞かないんですか？うん。あなたをこんなことに巻き込んだ黒幕の正体。もうええわ。あ？そんなことしても真島の兄弟は帰ってこえへん。せやけど来た方に会うてなんとなく思たんや。何をですか？あいつはまだ生きとる。まそうあってほしいと思っとるだけかもしれんけどな。西島の兄貴、恥を忍んで言います。ここは一旦見逃してください。今あなたに事の真相を話したら俺は確実に消されます。俺はまだ死ねない。こんな俺にも夢はあるんだね。ああ、でも夢に自分なりのケリをつけたらまた必ず西島の兄貴の前に姿を現します。その時はちゃんと兄弟の杯交わさせてください。わかった。いつでもええ。待っとるで。はい。どこまでだ？